天草駅は台湾ギラン県サム寸郷にかつてあった林務局ら東森林鉄路の駅。最初は1909年に台北州ギラン町長だった西郷菊次郎が資金を集めて結成したギラン系弁鉄道組合という施設人社軌道がら東駅付近から現在の台湾省同大7平線とほぼ同一経路で東駅付近まで開通した。 その後、台南政党が二鉄当省の政党事業のため、文書路線を開通させた。その後、台南政党での製紙原料となる木材と、工場稼働用の電力確保のため乱用計菓子の9個に水力発電所を建造することになり、建設資材運搬のため9個まで延長された。そして台湾電気工業が、太平山森林鉄路駅から東駅への路線を建設し、転送は、 拠点駅となった。太平山の台湾ベニヒノキで建てられた駅舎は、廃止後に県の文化資産に指定されている。現在は駅舎周辺が鉄道公園として整備され、かつてこの駅にあった転車台も展示されている。この区間の一部路線を復活させる事業が進んでいる。駅所在地である、現在のサムスン号、天福村、天山村一帯の当時の地名。 天送に由来するが、天送の地名は16世紀の清朝統治時代に、移民漢人である、クレサと共にこの地を開墾した人物、巨天送にちなむとされている説がある。このサムスン東部一帯は、開墾に便利な天然の貯水池が多数あったことから、開発が進むにつれて、やがて、天送と命名されるようになった。その後日本統治時代に、濁水系に、 水力発電所ができ、支流である、あの計一体のため池は、発電に利用されたために消失してしまった。もう一つの説では、和単に貯水池を意味し、転送はすなわち、転送の水転送来、またはそれを略した、転送来的水であるとするもの。実際、現在の乱ビ発電所転送文章付近のものは、 水が干上がったことがなかったと言い伝えられており、天草文章付近の九段の池には、樹齢数百年の二本の梨等の木があり、住民はこれを、夫婦樹と呼んで駅と共に、サムスン教の名所となっている。最寄りの停留所は、天草、のりやき国章。ありがとうございます。